皆さんこんにちは、海野和夫です。今日はですね、マレーシアの、ハムシの仲間についてお話をします。これはですね、とっても綺麗でしょう。金色をしててですね、ジンガスハムシの仲間なんですけど、こんな綺麗な金色は日本にはいませんね。この虫、面白いことにですね、湿度によって色が変わるんです。これびっくりしました。こちらはね、ハムシと言いたいところなんですが、実はハムシじゃないんですね。触角の先が太くなってますよね。長くて、これは多分ですね、ゴミムシダマシかなんかの仲間なんじゃないかなと思うんですけども、マレーシアのジャングルにはこのようになんだかわからない虫もいっぱいいます。さて、これは何でしょうか。こちらはですね、日本でも外来昆虫としてちょっと有名なモモブトルリハムシですね。モモブトというのは後ろ足がうんと長いので、そういうふうに言われます。これフロックビートルとも言うんですけど、この足でですね、跳ねるわけじゃなくて、こう喧嘩をするんですね。この虫がこう飛び立つところをですね、高速度ビデオで撮影してみました。